こんにちは、影村です。今日もネタが切れてしまいました。すいません。今日は電録さんのポリッピーの動画を一緒にご覧いただきたいと思います。電録さんのポリッピー塩味、これはマサダニって読むんですかね。すいません、ちょっとよく知らなくて、マサダニ海峡の海水から生まれたマサダニ塩を使用ということで、どちらかというと お酒のあてにいただくスナック菓子でしょうか。はい、それではポリッピーの原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思うんですけれども、すいません、読めない漢字飛ばします。すいません。ピーナッツ、小麦粉ですよね。砂糖にでんぷん、植物油脂にパス、すいません。食塩に酵母エキスにタンパク加水分解物、膨張剤、燃料、香料、調味料、香料ですね。ボロボロです。あとカロリーの方は1袋あたり340キロカロリーですね。開きました。これ独特の香りですよね。ピーナッツを小麦粉つけて揚げた、フライにしたスナックですね。すごいです。うまそうです。こういう感じですよね。塩がいっぱいついてて、なんとも言えない香ばしい塩味のテイストで、とっても大好きなんですけれども、はい、そういたしましたら電録さんのポリッピーですよね。こんな形のスナック菓子なんですけれども、お味の方をチェックしてみたいと思います。一粒じゃちょっと物足りないんで、いつもこれぐらいいっぺんにいくんですけど、うまいです。ピーナッツ味ピーナッツ味をどう説明したらいいのかわからないんですけれども、すみません。ピーナッツを小麦粉に絡めて揚げてますんで、ピーナッツの風味とサクサク感がすごい、歯ごたえが良くて、あと塩ですよね、絶妙な塩味を楽しめるっていうテイスト、いわゆるおっさんの食い物ですかね。じゃあもう一回チェックしてみます。うまい。そうですね、揚げてる、もともとピーナッツの皮がそんな味すると思うんですけれども、ちょっと苦みがあるんですよね。程よい、苦み、塩味で、たっぷりのピーナッツですね。で、喉が渇くんで、お酒がまた進むっていう感じです。どうなんでしょう、みんな食べるんでしょうか。こういうポリッピーっていう商品なんですけれども、これはセブンイレブンさんの方で買ってきたんですが、ライフさんの方もっと倍ぐらいのデカさで105円で売ってますので、もしよろしければ一度食べてみてください。私は大好きです。あんまりしっくりいってないな、食べ物レビュー。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。